どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ行きましょう。試合です。変化球なくてもいけるよというの。変化球じゃねえ、間違えた。剛速球がなくても勝てるよっていうの。マー君かー、強えな。まあ、頑張っていきましょうよ。そんな感じです。スターダンモードって考えてみたら2010つったら僕あれだね。弱流激闘スターダムかなんかで、なんか実況した気がすんな。なんかそんなタイトルだった気がすんだけど。行きましょう。ゴッ。まあまあやってみましょうよ、とりあえず。市民球場か。ホームラン、なんかすぐ出そうだな。それがまたちょっと怖いですけど。まあ頑張っていきましょう。さあ、倉島義文。よろしくお願いします。高校ね、まずは。7試合投げて4勝2敗ね。まあ、防御率は 1.96 と悪くない。さあ、行きましょう。行き滑りがどこまで行くかだな。これも、低め。おっと、おっと、音だ。おっ。OK、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 OK。危ねえ。よし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 。まず一つね。確実にアウト取ってこいよ。高須。ほっ。球速。ああ、行き滑りいっちゃう？ほっ。オッケー、いいね。ほっ。いやー、ダメか。まあまあまあ、高めに浮かないだけマシだね。ゲッツー取りんだから次で。ああ、打点いいね。鉄平。楽天で一番点稼いで、点取り屋がさ、絶好調ってやだね。まずは見送りました。ワンストライクです。最近3試合での投げ成績。オッケー。雪滑り。よし。結果オライ。まあ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 、ゲッツーが理想だけど、無理は言えない。おお、ノリさんか、ここで。ホームラン11本。いや、怖いな。ああ、怖い。いいね、雪滑りです。三球三振。おったー。かー、やられた。まあ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 、ちょっと連打は浴びてるけど、連打ってはやないか。お、得点圏打率1割4分3厘と。あ、でも絶好調か。よし、はい、よーし、アウト、 OK。 平石ってもしかしてって思っちゃったけど、まあいいや、とりあえず行きましょう。楽天今、あの、平石政権だよね。まあ今っていうか、この動画がいつ出るかわからないんですけど、2019年平石政権だった気がするんだけど、違うか。ほい。いや、最近ちょっともう本当仕事が忙しくて、なかなかちょっと野球見れてないんですよね。すげえ見たいんだけど。もう家帰ってきては疲れて寝るっていうのを繰り返してるから。やべやべ。さあ、まあでも勝って、よしよしよし、先頭切ったよ。もうちょっとそういうね、マイナスな気持ちはとりあえずほったらかして、プラスに行こう。プラスに、働けよ。いいね、雪滑り。ほい。今度はまっすぐ、ボールカウント2ストライク。さあ、ここまで通算の打率なんですが、2割8分。おっ、取れないか、今の。取りたかったな、今のは。なかなか3人で切れない。まあまあ、しょうがないね。うわー、島、いい能力、長打力がないけど、でも、それ以外はめちゃくちゃいいよね。よし、OK!OK! いいね、ブレーキのかかる、雪滑りチェンジアップ。あー、ボールか、もったいない。おっとっとっと。と危ねえ、今のストレートでいこう。あ、これゲッツーコース。ああ、つわざわ、危ない危ない、何言ってんだ。オッケー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 。よーし、打たせて取った。いいよいいよ、なんとかこれあるかもしれないな。5勝目割とマジで2桁勝利ぐらいは狙えんじゃない、このペースでいけば。おーい、
よーし、ワンアウト。先頭切った。いいぞ。とりあえず低めに、高めはマジでダメ。あの、打ち頃のスピード持ってるから。まず先頭のバッターを打ち取っています。これはストライク。これで2ストライク。よし、遊び球あるのか。ない。あーやばい、いった。あー危ねえ。うわー変なとこ、あ、ゲツーベースいったかこれ。あーオッケー。危ない危ない、シングルシングル。あー危ねえ、今持ってかれたと思った今完全に。ここでてっぺーかー。おー怖い。ワンストライクです。2回目の打席はどうでしょうか。オープンで。いや、ここはちょっと雪滑りを投げさせて。よし、オッケー。よーし。ああ、2三振いいね。今明らかにスピード落ちてたもんね、リプレイで見ても。いやー怖い。3割打ってんだもんな、言うて。もうすでに2桁本塁打っていうのも恐ろしいけどさ。ああ、今振ってほしかった。よし、オッケー。オーケー。2者連続三振。決まった。さあ、4回の攻撃、4回の守り。3点もリードしてくれりゃだいぶありがたいですよ。初球、インコースから入りました。ワンストライク。外角。いいとこ、よし。息を遊ぶか。あ、よかった、ギリギリストライク入った。よし、いい。ストライク、ストレートでストライク、なんか三振取るの気持ちいいね。よっしゃ、5三振目。3者連続で一気に来たね。ここで 3割1分9厘、リンデン。ショート。オッケー。いやー、7、で、8、9、1で迎えたいな、次の打順は。今、9、1、2でもいいけどさ。ほい。あー、やばい。あぶねー。シングル？シングル？あ、シングルだ。まあ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 、次次。いや、いいバッターだな、おい。おし、ゲッツコース。はい。あ、じゃない、ツーアウトだった。あぶねー。あ、まあまあまあ、いいよ。これで912だから結果オーライだよ。あ、でもあんまり、あれなんだよな。パリーグって DH あるから912にしたところでなんだよね。ちゃんと1本出てるし。初球ストライク、ワンストライクです。さあ2球目。中へ。いいね。131キロ。やばい。よし、オッケー。先頭切った。危ない、今のヒヤッとしたよ。足のある肘さは。うん。見逃してストライク、ワンエンドワンになりました。ここかな。5回ワンアウトまで来ています。そして5アンダーを打たれています。オッケー。さあ、とどめだ、雪滑り。決まれ。あー、やばい。あー、オッケー。焦った、今の。そして次、さあ行こうか。どこに入れてくるか。うっ、あー、ダメだ。あー、3人で切れない。で、4番か、ここで。あー、3者連続、あー、違う違う違う。次は3番でした。これは失礼。初球変化球、空振りです。ワンストライクノーボール。3回の2打席目。今日2打席連続となる三振に終わっています。雪滑りで3三振。あー、打たれた。あー、危ねえ。この回そのうちの1本がありました。さあ、次の4球目は、わずかに外れて2エンド1。この球は外れています。浦島。おっ！ピッチャーのタイミング、これがファースト。3番バッター、鉄平。あ、うそ、打たれた。あー、くそ。三三振は無理か。さすがに。やべえな。うわ、ここでノリさん迎えたくねえな。どうしよう。まずは
歩かせたところで次5番でしょ。高橋の三振に倒れています。うわー、これちょうど50本目の被安打となりました。直球で決めました。これで2ストライクと追い込みました。この回ヒットを2本打たれています。あー、やばい、行ったかこれ。あぶねー。稲葉さん、その距離で投げるんだやった、よし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 、追加点入った。あのピンチ抑えたんだ、でかい。今日は変化球中心の組み立てになっています。もうほとんど雪滑りですよ。2連戦2日目は6回の表イーグルスの攻撃、先頭のバッター平石バッターボックスに入ります。まず初球、うそーん、あ、打率稼がせちゃってるよ。まあまあまあ、まだ分からん、まだ分からん。ちょっと今の怖かったよ。カウントワンストライク。これが今日3回目の打席。浦島、今日の5回までの。さあ、ファーストランナーがスタート。バッターは三振。ああ、まあ盗塁は無理だろうな。しょうがない。盗塁でした。ですね。でもまあ三振取ったし、その分。いや、雪滑りじゃさせねえや、さすがに。そして次のバッターを。さあ初球。さあどうする。初球簡単にストライク。あんまワンアウトで迎えたくなかったな、ランナー二塁。ストレートを持ってきました。2ストライクです。さあ勝負するんでしょうか。これはストレート、ボールにしてきました。次の4球目、よし、オッケー、雪滑りチェンジアップ、やったやった、気持ちいいね、やっぱ決まると。打順が変わります。最初のボールは3割2厘絶好調、柴さん、やばい、小さなフライ、打球上がった、うわー、落ちたか、ランナー帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた、ダメかー、あー、完封ならず、失点、ついに。あー、くそ、もったいない。そして次のバッ、いやー、やっぱり絶好調の島さん、抑えらんねえか。やばい、よし、危ねえ。1点で抑えた、1点で抑えた。あー、くそ、なんか今回は完封ペースかなと思ったんですけど。あ、でもまあ、3点差ありゃまだ登板するでしょ。7回まで投げてて8、9で抑えようよ。どうなんでしょう、自分どのタイミングで出るのか、降りるのか分かんないですけど。低めペッドがですね、体に巻きつく感じで打ちたいですよね。あ、そうですよね、ピッチャー有利になったか。よし、はい、あー、危ない、よく間に合った。さあ今のプレイご覧いただき、結構危なかったよね今のよし、さあ決めたれ、あ、これは抜けちゃうか、あー、しょうがない、しょうがない、まだやばいんでね、上位打線でも、上位打線は意外と点にはつなげてないから、まだ最高の形、よし、6-4-3と、え、セーフ、あー、くそ、回したくなかったな、4番まで。あー、これはまた微妙に、誰誰、あー、取った、取った、よかったね、今見失ってた完全にボール、取ったならいいや、オッケー、あ、まだ行く、8回まで、あ、か、完投させる気だなこれ、あ、勝ったわ、宮西からの武田久、さあ、よし、勝った、よし、7勝目、あ、違う違う、5勝目だよ。いいね、7回被安打10、ちょっとリアル、よかった、ヒーローショー、やったぜ、7回投げて1失点と勝利を稼ぎました。はい、倉島、5勝2敗、いいね、うん、7回1失点、素晴らしいピッチング、あざす、掴むもの、え、マジで逃げ球、あ、やった、確かにホームラン打たれなかったからね。勝利投手賞10万。あ、奪三振ボーナスやったぜ。17万円。よっしゃ。ということで次回行きたいと思います。お楽しみに。北海道日本ハムファイターズは、ついにセパ交流戦に挑む。セントラルリーグには、打撃が強力なチームが多い。まず立ちはだかるのは、広島東洋カープ。広島は、マツダスタジアムに乗り込んで、意気揚々とマウンドに登る。そんな彼にカープ打線の猛威を振る。次回赤ヒル軍団の脅威。高速球がなくてもエースになれるもん。
最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。レイでした。またね。またな。逆回りだね、声高めだね。